新しい商品が最近増えてて、新しいやれることも増えて楽しくなるので、それがやりがいです。高校卒業してすぐ入社しました。人と関わるのが苦手なので、人間関係うまくいくかなっては不安はありました。みんないい人ばっかで私の仕事は串立てだったり、笹を並べたり、いろんな工程をやらせてもらって、いろんなことができて、入社当時よりはできることが増えてきて楽しいです。飾りかまぼこの絵はやったことないですけど、いつかできるようになったらやってみたいと思います。職人の一員としてかまぼこを作る、これが私の仕事です。